どんぐり FM。 この間、はい、ちょっとショックなことがありまして、セブンイレブンで生ビール売るっていうニュースあったの知ってます？はい、ああ、知ってます、知ってます。コーヒーみたいな感じで、そうそう、レジのとこにビールサーバーを置いて100円なんですよね。100円払ってカップをもらうと。でそれ自分でサーバーからビール注ぐってめっちゃいいじゃないですか。ついにビール来たかと、僕の中ではもうすごい嬉しかったんですけどね、中止になっちゃったみたいなんですよね。知ってます、それ。知ってます。あれなんで中止になっちゃったんですか？なんかね、いろんな報道を見てると、発売前にちょっと話題になりすぎて、だいぶ SNS 上で、まあ、シェアもされましたし、ニュースになったんで、お客様から、近隣住民お客様から、そんなコンビニ生ビールって大丈夫なのかみたいな問い合わせが多かったみたいですよ。で、中止になったみたいなんですけどね。ビール売ってんじゃん。ね、そうなんですよ。そのまま行った時思ったのが、ビール売ってんぞ、すでにっていうね。あれは大丈夫なのかなっていうね。ビール売ってんじゃん。売ってますよね、缶ビールがね、うん、めちゃめちゃね、ストロングゼロも売ってるしね、すで、うんうん、にもう戻ることはできないところに来てる気がするんですけど、なんならテキーラ売ってますよ。売ってます、売ってます。すげえハードリカー売ってるんですよ、セブンイレブン結構。でも生ビールに対する反応は凄まじいものがあったみたいでね、なので中止となってしまいましたね。延期じゃなく、うん、延期じゃないみたいですよ。あれはいいと思ったんですけどね。めっちゃいいっすよね、あれね。ちょい飲み。うん。キリンビールの株価上がるだろうなと思ったんですけどね。うん、残念ですね。セブンイレブンといえば、僕セブンイレブンの中にあるものだけで飲み会できると思うんですよね。うん。まあやったことあるんですよ、友達の。あの、友人の増田さんっていう人の家行って、その人の家の前にセブンイレブンがあるんで、セブンイレブンだけで買って、飲んだんですけど、めちゃめちゃ安く飲めますね、あれね。居酒屋行く必要ないなと思って、うんうん、しかも結構美味しいですからね。美味しいんですよ、なんでもね。で、順位を決めようと思うんですよね。はい。セブンイレブンの美味しいもの、酒のつまみ順位をベスト10を決めたいと思うんですけど、うん、発表していいですか？どうぞ。10位は、うん、あの三角のパックに入ったね、枝豆です。うん、あれ食べたことあります？ないです。あれめちゃめちゃ美味しいですよ。枝豆買うときって買う？枝豆買わない。全然買わない。枝豆買うときってっていう前提で話されてたけど、うん、買わない。買ったことない。途中で雑誌さん買わないだろうなと思って聞いたんだけど、買ったことない。買ったことない。そっか。大体2つのパターンあって、はい、八百屋さんとかスーパーで枝についた枝豆を買って、はいはいはい、それを切り離して茹でる人と、はい、あと冷凍の枝豆買って温める人がいると思うんですけど、茹でるのはちょっとだるいじゃないですか。はい。で冷凍だとちょっと冷たさ残るんですよね。もっとそれチンが足りないんだよ。もっと指定の分数、指定の分数をちゃんとチンにしすぎると熱々なんだよね。はい、いいじゃない、いいじゃん。熱々嫌じゃない？いいじゃん。普通が良くないですか、枝豆って。そう考えると、うん、セブンイレブンのが一番うまいんですよ、この三角のやつが。あ、そうなんですか。うん。え、三角のって何ですか？なんかさ、袋が、はいはい、袋が三角のやつ、はいはい、あるじゃないですか。それはなんで三角なんですか？温めるとちゃんと全方向から熱が届きやすい。温めなくていいんですよね。そのまま食べられるんですよ。へー、うん、めちゃめちゃ手軽で、うんうん、今日買ってくればよかったなと思ったんですけど。で9位が明太したらばなんですけど、はい、知ってます？わかんないです。わかんない。この明太したらばっていうのはタラバガニ、あーのタラバ、そうタラバガニっぽいんですけど、はい、一切タラバガニ入ってないんですよね。でも完全に食感と味がタラバガニなんで、しかもスティック状なの。へー。100円のスティック状で開けるとタラバガニの食感と味をした何かが入ってて、なんかセブンのそういうのって、うん、それいくらなんですか？99円ですね。ですよね、うん、それ980円とかで、うん、ちょっと食器に持ったら売れますよね。売れる売れる、そういうのばっか。そうですよね、うん、なんか味美味しいし、うん、そうなんですよ。これだって1ドル、え、1ドル以下で、1ドルしないからね。
これアフリカだったらやべえのしか食べれないですよ。そうなんだ。1ドル以下なんて。アフリカにセブンイレブンないの？ないです、ないです。ないんだ。やべえのしか食べれないですよ。本当に。だって、アフリカで僕普通にランチ行って4000円とか5000円。え、そんなすんの？はい。え、高くないそれ。あ、でも。そんなすんだ。じゃなかったら、うん、自炊するみたいな。現地の人と同じようなのを同じように食べなきゃダメなんですけど、うん、そうするともう、はいはい、やべえのよくわからんやつが出てくるから、うん、普通に洋食、うん、みたいなのと結構するの、はい、あーそうなんだ。それが日本だと、いや日本はほんと安いよね。100円以下で、100円以下ですよ、タラバガニが。半端ないですよね、ほんとね。すごいな、うん、あとセブンイレブンでめちゃめちゃおすすめしたいのが、うん、焼きサバですね。焼きサバ、うん、あ、サバの塩焼きか、うんうん、サバの塩焼き食べたことありますか、セブンイレブンの。ない。めちゃくちゃうまいから。へえ。あの魚焼こうなんて気を一切起きなくなりますよ今後。え、どこにあるんですか、あの豆腐とか置いてあるコーナー、あそこのあたり。豆腐とか置いてあるコーナー。豆腐とか納豆とか置いてあるあたり。そうだね、豆腐とか納豆が割と下の方に置いてあるんですけど、はいはい、そのちょっと上の方に置いてあります、はい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 、焼きサバ、焼きホッケあたりが。なんとなくイメージわかる。キムチとかあるののちょい隣ぐらい、うん、ちょい隣ぐらいある、はいはい、だいたい目線の高さにあるので、はい、セブンもかなり押してきてるやつだと思うんですよ。ゴールデンライン、ゴールデンラインにあるサバの塩焼きはほんとすごいから。へえ。あの漁港で焼きたて食べるサバと同じぐらいのうまさがありますよ。ホッケもそうですけどね。へえ。セブンでまだ焼き魚買ったことない人はちょっと人生損してんじゃないかなっていうレベルのうまさですね。うん、買ってみます。買ってみて。本当焼きサバはね、あのいくらだろう、212円です。安っ、うん、めちゃめちゃ安いよね。安っ、うん、で、あのなんか僕先に聞いておきたいのが、僕がそういうの全然ないのが、うん、どういうシチュエーションで買うんですか、うん、僕も外で食べちゃうか、うんうん、コンビニでなんだろう、ちょうどそこの領域のものって全然買わないんですけど、うんうんうん、あ、そうなの。だってそれ焼きサバって、はい、それサバの塩焼きは、はい、あのレンジでチンすればいいんです、はい、え、それを買って、うん、例えば会社の帰りに買って、うん、あの家で食べるとか、ね、一番多いパターンは、うん、サバの塩焼きを買うじゃないですか、うん、でレジでチンしてもらうでしょ、うん、その時はもう完成してるじゃないですか、うん、そこで食べる。コンビニでもまだコンビニの中だよ。中だけど食べる、まあ、ちょっと出たところで食べる。でビール飲む。あ、僕が近隣住民だったらもしかしたら苦情を入れるかも。でも僕はもうほんと静かに、ほんと静かにそこにまるでいないかのように、焼きサバを食べる、サバの塩焼き食べながらビール飲んでるんで、あ、いい、一切クレームを受けたことはないですよ。平和平和。これ 4,5 人とかでわーわー言いながらサバの塩焼き食べたらね、近隣住民の方もご迷惑だと思うんですけど、もうすごいおとなしいですよ。なるほどね。そういうパターンが多いですかね。そうか、コンビニの前で食べるのか、うん、あと最近イートインも多いですからね。はいはい、あのサバの塩焼きとおにぎり買ってイートインで食べてる、イートインで食べるっていうのもありますね。あんまり使ったことないな、そういう。そっか、うん、普通に外食するもんな、まあな、普通はね。吉野家行きます。吉野家。でも吉野家よりもサバの塩焼きの方が美味しいですよ。まあそれはありそうですね、うん、まあ吉野家もいいよね、はい、うん、今が8位でしたっけ、これ、このペースこれさ、長くなるから長いですね、うん、ちょっと飛んでいいですか。はい。1位は飛んだな、はい、炙り明太子です。あー、それはわかる、うん、炙り明太子が270円なんですけど、はいはい、これはうまいっすね。わかる、明太子だけでも美味しいのに、うん、炙ってますからね。炙ってあるからね。炙りからし明太子か、これ一切れでもビール2本ぐらいいけますね。ビール2本ぐらいいけちゃうんで、もうセブンイレブンも完全に飲み屋を目指してると思うんですよ。それはどの角度から見るかによって全然違いそうだけど、下ラバとか炙り明太子とか出してる時点で、はいはい、着々と数年後生ビール販売を目指したと思うんですよね。
なんかなるみさんここまでちゃんとセブンを押せてるじゃないですか、うんはい、セブンからなんか表彰されないんですか。特に何もされないですね。それセブンやめた方がいいんじゃないですかこれ例えば、はいはい、シャープとかを同じように押したら、うん、絶対シャープのツイッターアカウントの人からあの褒められる、褒められるじゃないですかセブンは結構冷たくて、あ、冷たいのが僕好きなんですけど僕がいくら愛を語っても、はい、一切返ってこないところが、あ、まあ、セブンの僕そういうの、ね、王者なところじゃないですか。あ、僕迎合しに行くんで、はいはい、あのファミマさんって言ってみて、うん、ファミマから反応あったらちょっとそっちに寄せいやいや寄せ始める。Tポイントいいよねってセブンからむしろなんか言葉がかけられたら、はい、もうそんなセブンは嫌いです冷たくしてほしい僕前サタダチキンとかコンビニおでんでダイエットしようべ本書いたじゃないですか、うん、あの時にセブンイレブンに取材依頼したことあると思うんですよね、うん、もう剣もほろり断られましたからここまでやってんのにしっかり断られるっていうねそういうのがやっぱセブンの良さなんですよ。それ問い合わせる先の人がちょっと違うんじゃないですか。もう少しあのちゃんと出版社経由でね、はい、正式にお問い合わせしたんですけど、はい、ダメだったのか、うん、まあ、これでホイホイと取材に乗られてもそんなのセブンイレブンじゃないと思うんですけど。なるほどね、はい、セブンに対しては僕はもうド M ですね完全にそうか、一回セブンで働いたら面白いかもしれないです ね、もうねセブンに転職してもいいしたいいっそね、うん、自分なりのゴールデンラインを配置をしたいんですよねセブンイレブンで店舗を1個、うん、カスタマイズ、なんか店舗1個貸してくれないですかねって思うんですけどね。それ行きたい、うん、ああそれめっちゃ面白くないですか、うん、例えばなるみさんが、うん、あの自分でネット上で1個の店舗を、はいはい、うん、ネット上じゃないですリアルの店舗を好きにしていいです、うん、でなるみさんは何万項目の中から、うん、あの雑誌何をこうとかをそうそう選ぶ選ぶっていうね、うん、でなるみセレクションのセブン行ってみたいでしょ。そういうのいいっすよね。それめっちゃいい。例えば佐藤ねじさんとか絶対そういうのやるべきっすよね。有名人がセレクトした確かにセブンイレブン、ガクトが選んだセブンセブンイレブン行ってみたいよね。一切炭水化物がないあ、そう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 、パンもご飯もないっていうねスイーツコーナーもないセブンイレブン行ってみたいですね。この辺りガクトっぽいよねみたいな、うん、そういうのやるべきですよねセブンイレブンはね。ぜひこれを聞いてるセブンイレブンの人がいましたら、いやーセブンはなセブンは難しいよね店舗1店舗だけでいいんでちょっと、ね、貸していただけないかなって DM してください